こんにちは、イサムです。アクションスタイルというフィットネスジムを運営していたり、映画知的財産権の監督をしてたり、それからアンロックアクションラボというアクションチームをやってたり、海外の方で侍のパフォーマンスをしてたりとか、そんないろんなことを、やっています。で、今日はですね、前回までと同様に僕が、なんか食事してる時とか電車とか車で移動してる時とか、まあ動画編集してる時とか、そんな時間がね空いた時に無意識に癖でやっちゃうトレーニングをご紹介するということで、今日はね下半身のものをやりたいなと思います。超簡単で、そんなことかよって思うかもしれないんですけど、そんなことかよって思うことをやらない人がとにかく多いと僕は思ってるんで、まずはそんなことでいいのかよとか、そんなことかよって思うようなことをですね、ぜひ何もしてない方はやってみてほしいなと思います。それでは行きましょうか。まあ椅子に座ってますね。そしたらですね、ちょっと膝を開いてもらって、で椅子の前の方に座ってください。このままお尻をちょっと浮かす、ちょっと浮かすだけです。はい、これでキープ、これだけ。あんまりねこんなスクワットとかをね人前でやんないと思うんで、座ってる状態でちょっと浮かせばいいです。浮かしてももの裏が椅子についてても、これちょっと上げようって思うだけできついと思うんですよね。足の筋肉使ってるのが分かると思います。なのでまずはここをねやってみてほしいなと思います。はい、で今日1分間やりますけど、1分やるの最初きついと思うんで、きつくなったらもう座っちゃってください。座って、よしもう一回行こうって言って始める。はい、ぜひとも一緒に試してみてください。それでは行きましょうか。椅子の前の方に座って膝をちょっと開きます。じゃあ行きますよ、よーい、さあ、ちょっと上げればいいです。ちょっと浮かすだけで、ここ使ってるな、ももの筋肉使ってるなーっていうのを感じながらキープしてください。はい、もも裏くっついてていいですよ。最初は上げすぎない、ちょっと上げるだけ、使ってるなーっていうのを感じながら、で僕はこれで、ね、何かやったりとか、自然に話してたりとかして、で、まあ、最初みんな気づかないんですよ。で誰かが気づいて、何やってんのって、ああちょっと癖でやってたみたいな、そんなノリです。はい、って言ってる間にあと20秒、きつくなったら座る。はい、もう一回いきましょう。15秒です。5秒、いけるなって方はちょっと揺れてみてください、上下に。3秒、はい、 OK、 お疲れ様でした。はい、どうですか、そんなことかよって思ったと思います。はい、でもこれをやるだけでなんか足使ったなっていう感覚、持っていただけたと思います。こう意識的に使ったなっていう感覚を持つっていう作業を実際にする、これが最初のスタートだと思っているんで、まあ、なんでこれをやったかをね一番最初の腹筋の動画で話してますが、とにかく日常何にもしてないっていう方が多いので、そういう方の何かスタートする、きっかけになるようなものっていうのが、意外と僕が無意識で癖で日常でやってることなのかなって思ったので、こういう動画をね上げてみました。まあ少しでも何かこの動画を見て、やってみようと思ってスタートする方が、増えていただくことを僕は願ってます。はい、ということで、今日の動画は以上です。まあ少しでも体を動かす方が増えてくれて、健康的にね生きていく人たちが、増えてくれたらいいなと、願っています。それではいつもありがとうございます。失礼いたします。例の発明の件、無事に特許を取得できたか。あんた、画像を勝手にコピーして使ったね。一生懸の侵害よ。特許権利用、所有権利用、一生懸利用、所作権利用。俺たちはダーマス海賊団、テンション上がるぜ。この村の知的財産は
お前ら海賊たちには絶対にやらんぞ。おじゃあな。知的財産村の財宝剣玉です。